い、続きまして商品なんですけれども、今まで紹介して、対策を紹介しましたけど、実はみんなもともとは商品を書いていく中でそれを対策として仕上げていくという流れがあるようですね。ですから今でも、いろんな日本各地も旅行されるようですけど、あと結構そのヨーロッパとかですね、いろんな各地を訪ねて、そこで出会った自分にとって非常に気に入った場所もたくさんスケッチをなさっています。でこの展覧会始まってからいろいろなお話も伺ったんですけれど、結構まめにあれですよね、旅先のね、なんか日記の絵日記のような形で、行った場所を書いたり、それでそこで食べた食事なんかの様子もね、伝わってくる絵も残されています。でこちらの作品がですね、その中でこのギリシャですね、ギリシャは非常に風光明媚なところでね、多くの皆様が絵を描く場所として皆さん非常に人気のあるスポットなんですけど、でこれは、いつ描かれたんですか？昨年の5月のエーゲ海クルーズで、ミコノス島という一番行きたかった島の一つですね。ここのスポットっていうのは、これをなんか俯瞰する形で何かそういう高台から見る形ですか？そうです、この風車が高台にありまして、あと一番有名なここの目の風車はこっち側に下に6つあるんですけどね、それをこの風車の高台まで上がって上から見た時のこの風景が面白かったんで、現場スケッチということでさっと描いてみたものです。あれですか、よくね、その観光スポットとか名所スポット、みんなが知っているような場所も描かれると思うんですけど、それ以上にやっぱり自分で何か見つける場所を見つけるっていうか。そうですね、それもありますし、いろいろ行ってみて、歩き回っていいとこ探すと。絵の描く場合のポイントと観光で写真を撮って見る場合とでちょっと選ぶ場所が変わります。普通の観光写真の場所だと絵にならないというか、ちょっと絵はがきすぎるという場合もありますので、絵にこう一番いいような場所を歩き回って、描いてます。本当にこの作品などはもう手慣れたというかね、なんかもう気持ちよく描いてるなんかものが伝わってきますけどね、これも現場でもすぐ描いて。そうですね、現場で描いて、描いてからこの時はずっと船の中だったんで、夜フェルの中で仕上げると。なんか非常に何かこの線もそうですし、この色の使い方もなんかもう考えてもさっさっさっと描いてる、一気に描いてる感じ。そうですね、5色のボールペンを使ってまして、そのそれぞれの色に近い色のボールペンで下書きなしで描いていきます。なんかね、そういうのが伝わりますよね。一本失敗しても隣に線を引けば、色を塗っちゃえば気にならないという、そういう先輩の先生方に教わってますので。そうですね、なんかそういうなんかその時の思いとか臨場感がストレートにねやっぱり伝わってくる、それがやっぱりこういうスケッチというかね、逆にそれが水彩ならではのね、なんかスケッチの味わいっていうのが出ますよね。この時も結構ギリシャでも何点も何枚も。そうですね、だいたい1回行くと 4,50 枚は描いていきますんで、でそういう中から、いろいろ出品対策になる場合もありますし、そのまま終わってしまう作品の方が多いんですけど、非常に気持ちのいい作品ですね。じゃあ次に行きたいと思います。はい、次はですね、これエストニア・タリン、これ今年、今年の5月に、行ってきました。私もエストニアって全くもちろん国は知ってますけど行ったことないんですけど、どんな雰囲気の国ですか？ロシアの、なんですか、左側 で上にフィンランドがありまして、割と日本から
フィンランドが一番近いんですね、うん、あの7時間ぐらいで行けて、うん、そこからフェリーか飛行機で、まあ、2時間ぐらいで1、2時間で行っちゃうところで、うん、すごくあのこういうこれは旧市街のが世界遺産になってるところなんですけども、世界遺産、ええ、あの絵心をそそる景色がたくさんあったところです。こういう赤い屋根の、はい、あの町並みなんですか。そうですね、うん、屋根、赤い屋根とあと、まあ、こういう青い屋根もありますけど、はい、これ大聖堂、はい、この教会みたいのは僕もこうたくさん建ってる町で、うん、ええ、ここはあの町のこちらに高台がありまして、うん、そこからこう見下ろして描いた風景なんですけども、あとここの教会のここのところにも上がれて、こっちから今度逆にこっちを見る風景もすごく、うん、あのいろんな教会があの見えて、教会や町の目が見えて、それもすごい素敵な町でした。ここはいわゆるロシア正教ですかね。ロシアのかなり影響があったんですよね。まあ、旧ロシア領ですし、うん、あとドイツの占領下にあった時もあるし、もういろんなこうミックスされてる町ですよね、うん、ですからあの、まあ、行ったことがある方は分かるかもしれないんですけど、あのドイツのローテンブルグに似たような感じがしないでもない。あ、ローテンブルグね、ローテンブルグの街中にポコッとロシア教会が端っこの方にあるような感じの、はい、街とも似たような感じもしますね。まあ、先ほどのねギリシャの空気とやっぱりちょっと違うなんか空気感っていうのがありますよね。でこういうあの旧市街の中に結構緑も多い。そうですね、緑が多いですね。いや、なんかその雰囲気がね伝わってくるようなこの切り口ですよね。それからこの空の描き方なんかもなんかすごくいいですね。なんかこれも5月でしたっけ、6月。はい、5月末、うん、はい、もう現場スケッチですから、うん、あのなんていうんですか、うん、こう綺麗に全体を青く塗るというのは一番難しいんですよ、うん、ですからまあこんな感じで雰囲気だけを出してます。逆に雰囲気出てますね、それでね、はい、うん、非常に足の深い。あの現場スケッチするときはあの水筆ペンというのを使いまして、うん、筆の中に水が入ってるんですね、うん、それであの押し出しながら描きますんで、うん、あの水洗い、筆洗いというのを持たなくていいんですね。あの絵の具とあとティッシュペーパー1枚とその水だけでペンを持っていればどこでもサッと描ける、すごくあの便利なものがあります。あ、村さん左利きなんですよ。はい、うん、前にちょっとお話を伺いましたら、前に日展でしたっけ、こういうあの建物あの街を描いた対策を出したら前ちょっと落ちたことがある。あ、似てんじゃなくて、日本水彩の初めの頃ですね。初めの頃ね、はい、やっぱり自分の中であのやっぱりキャリアを積むごとにやっぱりかなり変わってきてる印象がありますか。うん、それはあるかもしれないんですけど、うん、またそれはチャレンジはしたいと思ってます。じゃあこういう作品もいずれ、ね、対策になる、はい、なる可能性はありますね、はい、こういうのを、うん、あの出されてる方もたくさんいらっしゃいますし、逆にこうヨーロッパの街並みってみんな多くの、ね、やっぱり絵を志しててみんな描きたい場所ですから、あのライバルじゃないけどみんな同じような場所を描きますからね、なかなかそこでまたそこであの際立つっていうのがもっと大きなハードルになりますけどね、うん、でも十分これだけの描写ができる方ですからね、そういうこういう作品 あのいずれ対策になるのか楽しみにしたいですね、はい。はい、次はですね、こちらの作品ですね。これは、まあ、フランス、まあ、シャルトルの運河。シャルトルはですね、パリ郊外ですよね、はい、私も行ったことありますけど、非常にまあ風光明媚な街ですけど、これもこれいつですか。これはあの数年前なんですけども、数年前、はい、これもスケッチ旅行で、うん、行った時に一人だけ残って、うん、あのパリから電車で行って、1日帰ってきた町です。あ、そうなんですか。単独、はい、単独で、うん、あのその時、まあ、先ほどのタリンの
スケッチ旅行みたいな感じで皆さんと一緒に行ってて、で最後に残って一人で、シャルトへ行ったり、またあの絵の描く人は皆さん知ってるんですけど、モレシルロアンっていうところへ行って描いたりしてきました。でこのシャルトルは大聖堂で有名な町なんですけども、観光で行くと大聖堂だけ見て、あの地形移りますって言っちゃうんですけど、実は大聖堂の下にこういう運河が何本かありまして、あの絵になる景色がたくさんありました。いや、私実はその話をしようと思ったんですけど、シャルトルっていうと大聖堂のイメージがありますから、はい、そこを描く人はいるんですけど、シャルトルに行ってこの運河を描くっていうところがね、はい、やっぱりその先ほど の作品紹介、その切り口っていうか、どこを切り取るかが大事だった話しましたけども、どこを選ぶかですよね。で必ずしもみんなが行くところとか有名な場所を描く、観光名所を描くってことじゃなくて、やっぱり自分の目でここだっていうところをね描くっていうところが、やっぱりその作家その方の個性というかね、絵を描く意味だと思うんですよね。ここに何か惹かれたっていうのは、何かこれ水のとか、どういう、そうですね、水と、うん、あの建物、うん、特にあのここは獅子川をあの志した頃、うん、あの目標にしていた奥津国光という先生がいらっしゃいまして、うん、でいろんな作品を出されてるんですけど、その方があのフランスのあちこちをあの個人旅行で回ってて、うん、あのいいスケッチポイントをたくさん書いてるんですね、はい、その中であのシャルトルも書いてられて、うん、でぜひシャルトル行って、あのその同じような場所を書きたいなと思って行って書きましたね。青木さんですね、あの確かにシャルトルと書いてますよね、フランスね。うーん、これもやはり5月6月ぐらいの季節ですか。これは4月、4月ですか、はい。でここはです、この、 あの建物っていうのは実際に人が住んでる。もちろん、うん、はい、うんね、あの今まで紹介した作品、最初の受賞作にはね、あの女性画像がいましたが、あんまり人が入ってこないんですけれども、はい、ここにいるんですね。ここにありました、そうですね、はい、すいません、気がつかなかった。そうです、あれですか、やっぱ人物とか、もう書きます、はい、今回はあの、うん、こういうテーマだったんで、うん、あの人物、まあ、ヌードとかもあるんですけど、うん、それはあの出さないで、うん、こちらの風景を中心で、ね、展示させていただいてます。でこういう街並みとか風景を描く時も当然人もね多分いる、はい、生活者もいるし、旅行客もいると思うんですけど、はい、そういう人たちを描く場合もあるし、意図的に描かない、まあそうですね、うん、最初の始めた頃にこう人物、この風景に人物入れるとどうしても、うん、あのうちの奥さんなんかにあの漫画みたいとか言われまして、うん、何くそと思ってその人物デッサンも一生懸命やって始めまして、うん、あのヌードデッサンとかたくさんやってます、うん、はい、まあこれも、うん、あのここに、ね、2人寄り添うように言うのが逆になんか生きてくるかもしれないですね、はい、でもこれ本当水辺の様子が、ね、出ていて、なんか中世の面影というかね、シャルトルも古いことですけどね、はい、うん、なんか伝わりますよね、そういう空気感がね、これもなんか対策にしたらいいんじゃないですかね、はい、自分の中でその例えば日展とか水彩画展とか、あるいはね、いろんな工房展、陶工展とか、はい、出される作品、こういう普段の取材、旅行、スケッチ旅行に行ったり、こういった取材の中で書き溜めたものの中からこれにしようっていう形で選んでいくと。そうですね。はい。うん。で、ね、受賞作が、より、これは秩父、秩父ですね、秩父なんです。あと水彩画展の出品作、あの日展の出品作が、まあ、よりとか、はい、まあ、まあ、埼玉近郊が近郊多いですけどね。でこういうあの水辺のイメージの作品が、まあ、私の中ですごく印象としてあるんですけれども、今後はどういう、あの例えばこういうヨーロッパ旅行のものを中心に出すとか、自分の中ではどうなんでしょうか、そのどこをどういったものであのこれからチャレンジしていこうかっていうのは。特に、うんうん、あのまあ、何でも描きたいんですけどもね、うん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 、ただとりあえずはこの
川の風景をもう少し追求していきたいなとは思ってますけども、ただこういう風景も描きたいし、はい、人物も描きたいし、はいはい、いろいろ描きたいものはたくさんあります、まあ、特に今回ねちょうどこの今の季節にこういう水辺の作品っていうのがね非常に何かあの今の季節にマッチして非常にいい空間になりましたし、もっとこの、 あの水辺の自然を描くね世界をこの水彩という技法でね追求していただきたいなと思いますよね。それこれからあの楽しみだと思いますね。で実際に、ね、最初にあのご紹介されましたけども画家としてのキャリアまだ10年ちょっとなんですよね、はい、でただその実際 の、 あの時間は10年十数年ですけれどかなり描いてますよね数はね、うん、はい、ですからその中身だと思いますし、あのいろんな意味でのセンスも非常におありだなと思うし、特にこの大作はですねこれ今近年なかなか水彩でここまで描ける作家私はそれほどあの見ていませんのでね非常に楽しみだと思います。特にこういう大作をねどっか美術館などでねあの展示していただいたり、まあ、収蔵していただく機会があると非常により一層ねこの長さの世界が多くの人に知られることになるんじゃないかなと思いますよね。そういう意味で非常に、まあ、いい展覧会になりました、はい、ありがとうございます。これからもますますあの精進をされてねあのいい水彩画で日本を代表する水彩画家としてねこれからも活躍していただきたいと思います。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。